かつて日本代表だった指揮官のもと勝利を目指して奮闘する駿河台大学陸上部。中でも著しく成長し、世界で戦うまでに進歩したランナーが今回の主役、若林光太4年生。今までは見る側だったオリンピックとかに出れるかもしれないっていうところにいて、やっぱりオリンピック出たいなっていうふうに思いますし、でも出て終わりじゃないくて、ちゃんと結果も求めていけるレベルの選手になりたいなっていうふうに思います。自らの手が届く目標となったオリンピックへかける思い、大学生活をかけ続けてきた若林から見る世界とは。ザ・スターズ、目標へただ突き進む眼差しとその輝きを記録する。あ、よろしくお願いします。お願いします。若林さん。はい、そうです。男子部屋って感じ。そうです。ここも何年、ずっと何年。大学2年の冬に寮を出てこっちに引っ越してきました。じゃあ2年ぐらいですね。そうですね。普段は何してるんですか、この部屋で。そうですね、家にいる時は、まあ、ゲームか読書が多いですね。なるほど、はい、読書は何、どういうの。あ、普通の小説ですね。あ、へえ。ここでじゃあ勉強とかもしたりとか。そうですね、まあでも家だとやっぱりはかどらないんで、勉強しようと思ったら大学行くことが多いですね。じゃあ家はまあある種休息の。そうですね、ところみたいな。もう授業はないですもんね。そうですね、もう授業はないですね。じゃああとは今日は本当だったら練習。そうですね。ご飯とかどうしたんですか。自炊ですか。それこそ。そうですね、お昼は結構簡単、パスタだけとかが多いですかね。今日も。今日はスーパー行っちゃいましたね。ああ、そういうことですね。なんかお惣菜とかで。大会期間中は身分証明書なんですね、はいはいはい、これがアジア選手権の時の で、はいはい、でこれが世界リレーの時のですね。国際、はい、そうですね、一番最近のやつです。国際大会だともうこれがパスポートみたいな感じになって、これでこう身分証明して、サブトラの出入りとかスタジアムの出入りをこれ見せたら通してもらえるみたいな感じですね。全部適当に撮ってるんで、どれがどれとかあんまり分かんないですけど。でもあのオーストラリアの大会出た時のゼッケンかっこよくないですか。かっこいい。日本のこんなんか普通ゼッケンだなって感じですけど、これかっこよくないですか。ね、デザイン本当がかっこいいっす、ね、そうですよね。ジャパンがいいですかね。ジャパンがいいんじゃないですか。ジャパン。あとなんかあるでしょ、若林とかですか。あ、そう、番号ですね。番号なんだ。じゃ行きますか。はい、お願いします。寮に住んでた時はあのバスで帰ってたんで、ここのバス停で。あ、でも冬ちょっと雪積もったりすると、ここでなんか雪合戦したりとかしましたね。へー。スポーツ系の学部だったので、うん、栄養学とか、うん、と運動生理学とか、うん、結構ためになる授業というか、うん、競技に生きる知識を学べる授業が多かったので、横断幕とかが大学がやってくださるので、結構僕のことを知ってくださってて、競技に対して理解のある先生とかは多かったですね。やっぱり大会でどうしても授業休んでしまうことが多いので、そういう時やっぱり競技のことに対して理解がある先生は、あ、大会だよね、頑張ってねっていう風に言ってくださって授業休ませてくれるので、そういうのはとっても助かりますね。
最初は全然運動も好きじゃなくて消去法で選びましたし、あのしんどかったんで嫌だったんですね。練習も結構よくサボりましたし、で中学2年の時にそれまで100、200出てたんですけど、400友達と出ようぜってなって何人かで出たんですね。その時にいつも俺が100で絶対勝てなかった足速いやつに400でなら勝てて、の時の達成感というかすごく嬉しかった気持ちが一番最初に陸上楽しいって思った時ですかね。まあ、その新潟から埼玉に引っ越してきて、知ってる人もいなかったので、まあ、全てが変わったんですね。その生活環境とか周りの要因とかなので、どれがって言われるとちょっと難しいかもしれないですけど、でもやっぱり全国からいろんな人が集まって練習一緒にやるので、やっぱり高校の時よりも多くの刺激というかがありましたし、監督も400専門の方でもっとこう深いところまで教えてくださりますし、高校の時にはないようなこう刺激というか得るもの学ぶものがたくさん大学に来てあったなっていうふうに思います。レースを初めて見た時にはその動きも大きいですし、腰の位置もすごく高く走れてて、ものすごく身長の180超えてるような選手なのかなと思って初めは見ていて、でこう伸びやかにこう走るタイプだったので、まあ、ちょっとこれは本当に面白いなと思って高校の先生にも話させてもらって、で初めてこう若林と、接触させてもらった時にあれって思って、俺よりちっちゃいと、はい、なのであの最初のレースの印象と初めて会って話した時の印象は全然違いました。実際本当の課題って多分スピードだと思うんですよ。要は彼が前半ものすごく積極的に走っていくそのスピードレベルっていうのが、もともとその彼が持っている最大のスピードの結構限界に近いところで走っているので、ここが上がれば今と同じペースで走っていっても余力が残る、そうすると結果後半もしっかり走れるっていう形が作れると思っているので、後半失速する部分を改善し課題として改善していこうと思って取り組んでしまうと、彼自身のその前半の積極性に影響が出てしまうんじゃないかなと思っているから、スピードを上げることによってスピード、そうです、後半もにも余裕が出てくる、はい、今と同じペースで走っても間違いなく余裕が出る。田林くんは本当に結構けじめを持ってしっかりこう練習を真面目に取り組むときはしっかり真面目に取り組んで、遊ぶときはすごいしっかりはっちゃけるようなタイプの人で、本当に思ったこととかを周りの人にすぐこう共感したりだとか、共有ですね、共有したりだとか、あとは本当にズバッと言えるタイプの人間なので、しっかりそういったズバッと言えるっていうところが、みんなにこう信頼を持たれる一面でもあるかなっていうところがあって、彼はキャプテンになってるのかなっていうところでもあると思います。やっぱ本番でちゃんと結果出せるっていうところも尊敬できますし、練習にちゃんと取り組んでるっていうところもとても尊敬できます。そうですね、陸上に対して熱がすごいっていうか、いろんな分析をしたり、なんかすごい競技に関して
やっぱり真面目っていうか、やっぱり勉強になるっていうか、やっぱりその一緒にいるとやっぱその安心感が全然違って、若林さんがいるからそのなんだろう、頑張れるし、そのある程度ミスしてもその巻き返してくれるんで、やっぱりすごい頼りになっています。自分は種目が800寄りっていうのもあって、スピードが足りない分、若林さんのストライドとか見て勉強しつつ後ろからついていくっていう感じで、若林さんを手本として練習の時は見ているようでした。やっぱり今までは見る側だったオリンピックとかに出れるかもしれないっていうところにいて、やっぱりオリンピック出たいなっていうふうに思いますし、でも出て終わりじゃないくて、ちゃんと結果も求めていけるレベルの選手になりたいなっていうふうに思います。普段もウェイトはするんですか？そうですね、ウェイトがプラスアルファは僕はウェイトが基本です。あ、じゃあ毎日毎回練習の走りの後は、そうですね、ほぼほぼウェイトですね。まあ、でも僕の弱点はさっきも言ったんですけど、冷静さを欠いてしまうところと、まあでもそれが一番大きいですかね。ラストとかは結構こう並ばれた時とか後ろから迫ってる音が聞こえた時に、結構なんていうんですかね、冷静さを失ってこう絶対負けないみたいな、がむしゃらみたいな風になっちゃうんですね。そうなるとやっぱり減速するので、どうしても体に力が入って、最後まで冷静さを持ってしっかりこう走ることに集中するみたいなのは心がけてます。練習から行ってて、試合行ってていなかったですよ。みんなで行ってたよ、エビと、え、みんなで行ってたよ、ね、7人ぐらい。あー、めっちゃ最初、あー、めっちゃ最初ね、俺がもう簡単に時、もう全然アウトレット行かなかったっけ、チャリで。なんか結構、あ、いた、寮のみんなみたいな感じで、その日寮にいたみんなみたいな。やっぱ全然まだ仲良くもなってない頃に寮にいた、その時寮にいたみんなで1週間目ぐらい遊び行こうぜみたいな。第一印象はまあ内藤君と一緒で結構陰キャなのかなと思ったんだけど、え、最初マイルリレーだったっけ、やんなかった、最初やったよ、マイルやったよね、うん、マイルやった時に初めて若林の走り見た時にすごい衝撃を受けて、うん、あ、早いなと思って。そうっすけ、アウトレット自転車で行かなかった、行ったな、いや、え、行った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 、俺アウトレットチャリで行ったことねえよ。いや、いや行ったって、行った行った行った、ママチャリ乗ってたもん、びっくりした、俺すげえ嫌だって思ってんだけど、絶対行かせないんだけど、だから一回俺さ、寸大な坂登ったの、あ、行ったわ、あ、もう絶対二度とチャリで行かねって言ったわ、うん、俺カズマどっからサランラップ取ったの、ん、サランラップちゃう、絶対残っちゃう、いや、のペース、肉のペースが遅い、肉入れよ、なんでもちょっとしか肉入れないの、ちまっ、ガッてちまちまって絶対お前余らしてよ、じゃあお前は、お前は何円もらうからね、ちゃうって、ちゃうって、ちゃうやん、だって早く終わるもんは、すごい、ちゃうって、
疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと最後に大学スポーツで学んだことを得たものを、はい、自分に負けないことです。僕は結構怠け者で、逃げ道を作ったりする癖があるというか、そういうところがあるので、大学に来て一緒に頑張ってくれる仲間がいて、僕がこう逃げる、自分から逃げるのを許さないでくれるみんなに囲まれて一緒に頑張っているので、自分から逃げてしまうところはこう治ったというか、みんなのおかげで逃げないでいられていると思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。